常年つかさチャンネルニュースの虎川ガオー。はい、始まりました。皆さんチャンネル登録お願いします。えー、さてですね、今日はね、しつこく、給付金のね、 話をしていいいきたいなとううふあのー、我らがですね弁論部の大先輩赤,あ赤,赤池正明、えー、参議院議員ですね自民党の、えー、提言を行ったそうですね73人の仲間を引き連れてですね下村政調会長にね、えー、持続化給付金の再支給とかですね経済的に厳しい人に対して、えー、10万円の特別定額給付金の再支給、えー、などをですね求めてですね、えーまあ、陳情を行ったと。 いうことで緊急提言ですね、これを行ったということで、ああ赤池さん曰くですね、ある程度絞った形で、コロナで本当に困っている方にきちっと届けるという趣旨で申し入れましたというふうにおっしゃっております。さらにですね、赤池さんはですね、政治が国民と共にあることを強く表明するために対,対策を行うべきだというふうにおっしゃいました。まあ、ちょっと炎上かかった今だと遅いけどね、もっと早くやっとくよって感じですけど、まあ、でもこういう提言が出たっていうのはね、さすが自民党だなというふうに思います。赤池さん、ぜひ頑張ってください。で、このことはですね、 まあいろんなところでもまあ取り上げられてるんですけど、まあ必ずね、このね、定額給付金再支給しろっていうとね、効果があったかなかったかっていう問題になるわけですよ。はい。でね、あのー、一応その、えー、ネットでね、まあグーグルで、定額給付金効果って、えー、検索するとですね、まあ最初にヒットするのはこの日経スタイルというね、日経新聞系のね、えー、記事なんですよ。はい。でね、ここでなんて書いてあるというかというとね、まあその麻生財務大臣は、えー、10月ね、 え、給付金が消費を押し上げる、消費を押し上げる効果薄かったということをまあ国会で答弁したと。で、その日経新聞曰くね、実際に4から6月に家計が所得を貯蓄に回した割合は2 3 1%, 1と、えー、94年以降で最高を記録したと、みんな貯金しちゃったと、えー、いうようなことをディスっているわけですね。で、一応内閣府のですね、えー、当初の試算ではですね、12.8兆のうち55%が消費に回って、7.1兆円の、えー、経済効果がね、生まれると、えー、いうことだったんですが、まあ民間のシンクタンクによるとね、まあまずはその第一生命、えー、経済研究所、熊野さんですね。まあ以前あの私と安倍プラでね、やり合った熊野さんですけれども、えー、6月までの政府統計から試算して、 政府統計家の試算でね、押し上げ効果は2割程度だと。ね、そんな55%もないと。あまあ、7.1%とこの2割っていうのはいまいちこの関係わかんないですけどね。はい。まあ、あの2割程度にとどまると。まあ55、55%が消費に回らなかったっていう意味なんでしょうかね。ちょっとここはアップルとアップルになってないですけど。でそれから三菱総研も5000人を対象に給付金の使途を尋ねる調査を行って、押し上げ効果は3割程度しかないというふうに言っております。じゃあ実際のところどうだったのかと。 でねあの政府の資産がね課題だったとかね、えーまあ、ただ、熊野さんは、えー、8、9月の消費を下支さした側面はあるとかですねまあなんかいろんなことが言われていて本当に効果があったのか、なかったのかねバシッとねエビデンスを示している人がいないですよね。 で,すよねでねこれね以前私はですねこのエビデンスを示している人を見つけてですねツイッターでわーってね拡散してたことをね思い出したんです、えー、この論文がですね、えー、2021年1月27日に出ておりますはい「えー、COVID-19 Stimulus Payments Evidence from Bank Transaction Data in Japan」というですね英語の論文なんですけど書いたのはね日本人です、えー、早稲田大学の先生方ですね、えー、久保田壮先生大西浩一郎先生、えー、富山裕太先生このお三方が ですね、この英語の論文を書かれまして、はい、でサマリーのところにはですねこのように書いてあります一応翻訳してねお届けするとですね、まあ、そのまずタイトルね 日本の現銀行取引データからのエビデンスで、その、まあ、景気刺激策を、まあ、その、検証するという、まあ、まあ、といった趣旨のタイトルですね。で、あの、経済不況の影響を緩和するために、多くの国が家計に金融支援を行いましたと。で、この論文では、日本の、このプログラムの効果を検証しますと。匿名化された280万件の銀行取引データと、 それからですね、ナチュラルエクスペリメンタルデザイン、えー、自然実験デザインってやつですかね。えー、こういうまあ、えー、そのロジックを用いてですね、えー、このプログラムの、えー、まあ要はこの支援策ですよね。えー、この支援策によるこの10万円の支払いが、えー、特に2020年に流動性の制約と所得の創出に苦しんだ家計に大きな支出反応をもたらしたことを示唆していると。このデータから分析するとね。えー、またですね、 ええー、まあええー、いろんなこうえー、でえで、ー、ターゲティング政策のまあ意味合いをですねマッピングしたりとかいろんなことをやりましたということがまあこのサマリンに書いてあります。でええー、まあ端的に言うとですね 水ほ銀行から280万件の口座の、まあ、データ、匿名化されたパネルデータを、えー、もらって分析したんですね。定額給付金のね、消費誘,誘発効果について。で、結局ですね、やってみた結果ですね、給付の、えー、した週にね、もうその週から消費が急増して、で、その後、えー、1ヶ月を、えー、程度ね、その後一ヶ月程度増加を維持して、ね、で、さらにですね、えー、すいません、なくなっちゃいました、えー、維持してですね、さらにあの、えー、6週間の限界消費、消費成功は0.49と、 えいうことで、えー、まあ銀行口座の金額とかですね、えー、それから総資産、えー、月収なんかのねによるこのランク付けの、ねまあ、分析なんかもこう入っていてです、ねえー、もうこれでもう効果があったと、えー、言わざるをえないようなこうデータが実は出てるんですね、これねはい、えー、これをですね、えー、高木亮さんというね匿名、えー、官僚の方なんですが一応、実名なのかな、この人。 えー、某省で働いているマルチリンガル官僚とご自身のこと紹介されてますけどこの高木亮さんという方が紹介しててでその、まあ、元の論文も今私これね見てねそれで皆さんにご紹介してますもう翌週からですね、まあ、結果が出ているということでねえっ、ー、とこれがえー、っとまあその、えー、この高木さんが引用したやつですけどねこれちょっとグラフ見せましょうかあやべえやばいグラフを見せた方が早いですね、まあ、こんな感じで子宮の翌日からビヨーンとこんな感じでね はい、消費が伸びてますよということです。なので、えー、とベタのです、ね、銀行預金の280万件のデータで、まあ、これだけです、ね、はっきりしたことが言えると、えー、いうことはです、ねまあ、この給付金は効果があったと考えていいんじゃないですか。 ね、でその消費、まあ、がこれだけ増えたってことをねさらにその結構その効果が持続してるってことからもですね、まあ、あの経済動かないこういう時期ですからねでしかもあの、まあ、財政的には余裕がありますからね財政危機だって嘘ですからね、はい、だって今日銀がこれだけ財政ファイナンスしてねお金を吸って国債買ってるのに全然金利上がんないじゃないですか日本の金利ねアメリカの金利はもう1.2%ぐらいまでいってますけど日本の金利まだ安いですよね0.1%もいってないですよね、はいまあ、こんな状況ですから、まあ、金利がまあ1%ぐらいいくぐらいまでね別に国債すったって別に問題ないし 日が買ったって問題ないんでもう効果あるならやればって私は思うんですよ。でねこういう話をするとすぐにね困っている人に届けた方がって話になるんですけど全体が景気良くなればさ困っている人も届くからね結果的には。ですのでもうね、あのー、困っている人を探してる時間でね、あのー、もう時間かかっちゃうわけですよ。 だから困っている人を探している前にですね、もう税に配っちゃうとか早いんじゃないと、えー、いうことです。いろいろ考えるとね、そのまあコスパ考えたら税に配っちゃうとか早いんじゃないということをまあ私はいつも言ってるんですけど、まあ、効果のあるなしで言えば効果あったという、ね、このもうエビデンス出てますので、まあ、違うというならですね、じゃあ三井住友銀行の <laughs>。 でえー、口座のデータね、まあ、何,何,十何百万件ともらって、えー、それで同じ分析やって違う結果出ることをやってみたら、まあ、みずほでこの結果が出たということは他の銀行でやっても多分同じ結果が出てしまう可能性非常に高いですよね。でこの手法をですね是非ですねほ、えーまあ、他の経済学者の方も使ってですね、えー、この定額給付金の、ね、効果について実証的なね ぜひですね研究論文出していただいてですねこの麻生さんがね効果がなかったとかね財務省のなんか顔色を伺っているようなね某機関投資家系のシンクタンクやなんかねこうまあああでもないこうでもない言ってるのに対してですね決定的なですね議論を終わらせるようなですねそういうエビデンスを出してもうこの件はやっぱり聞くと。 ね、聞くならじゃあ使おうかみたいなねそういう話にしてほしいと思うんですよねだこれねあの例のワクチンの話にすごい近いと思うんですよ効果があるっていうそのエビデンスいっぱい出てるのにいやあったかどうかわからないみたいなね反応になってないからねないならないってエビデンス出そうよ。 ね、そうじゃないとこれはあの議論にならないと私は思うんですね非常に卑怯なやり方ですよねはい。だこういうあの政策を決定する際のですね、えー、こういったその高価な有無についての議論はね、えー、反対派もですね何、えー、な,ならないという積極的なです、ね、論文なり、えー、証拠ねまあ論文だけじゃないですね証拠ですよねエビデンスを出してぜひ議論していただいてね、えー、この問題ね効果のあるなしじゃないんだと効果を得ようとするのか、えーね、得ようとしないのかとそういう問題なんだっていうところにね、えー、この問題ね、えー、やっぱりちょっと進化させていかない といました、はい、ということでいろいろ定額給付金についてねその貧しい人に、えー、直接配った方がいいみたいな意見も聞くんですけど、まあ、条件の判定やってるだけで時間かかっちゃいますから、まあ、それは、ねえー、今回、ねえーこのまあ、流行り病で課題になった日本の,、えーこのまあ、電子政府ね え要は IT 化ですよ。政府の IT 化の遅れね、これを取り戻すためのそういう流れの中で、まあその困った人に集中的に配るようなね、えー、瞬時に集中的に配れるようなそう,う仕組みはぜひ議論してください。で、今やるかどうかっていう議論はこれまた別ですよ。ね、今はこの 効果があったこの給付金をね、その効果を得るためにもう一回やるかどうかって、そういう議論をね、していただかないとですね、政治家の皆さんもね、意味がありませんので、えー、とりあえずあの、この、えー、論文、えー、日本語の翻訳が出てないんですけれども、一応ネットで読めますので、はい、ぜひね、あの後で私ツイッターでも拡散しておきますし、えー、概要欄にもじゃあこれつけときますので、はい、ぜひね、皆さんね、お読みいただいて、まあ、翻訳ソフトかなんかでも読,読めますから、えー、ぜひお読みいただいてですね、あの定額給付金は効果があると。 効果があるんだけどその効果を認めない人っていうのは、ね、そもそもその、まあえー、ちゃんとエビデンスに基づいてその効果を、ね、認める、認めないのは判断してるのかっていう問題とさらに言うと効果あるんだけどやりたくねえって、ね、もう悪魔みたいなこと言ってんのかと、えー、いうところですよね、まあ、ここをしっかり、ね、見極めていかなきゃいけないなというふうに思いました。はいということでこの問題引き続き、ね、追っかけていきたいと思います。えー、今日のの内容面白いいいいなと思った人は高評価のボタンンに入れといておください最後に、ね、チャンネル登録をお願いしますガー